浜四郎藤妙子の死どうしたんだろうあのくらいはっきりと約束したんだから来ないはずはないわ何か用事がまだできないのかしらそれにしても坂田さんの方から行ってきた時間なんだから間違いはないわけなんだけれど。 夕闇がだんだん迫ってくる小船 M 駅の出口の辺りに佇んで藤妙子はこう独りぼちだ。郊外のまだあまり開けない省域である電車の着くごとに降りる客はいくらもないのだからいくら辺りが暗くなったからとて彼女が坂田寛男の姿を見逃すはずはないのだ妙子は暮れ込む秋の郊外に立ちながらも 今さら今日の会合の恐ろしさを考えた明日に夕べに政権の道を解く小学教員たる自分が同じ学校に教鞭をとる坂田とこんな関係に立ってしまってもし世間に知れたらどうしよう今まで貧困についていささかの噂も生まなかった自分が半年ほども前から甘い恋に酔っていたと知れたならい,いえい,いえ 教師だだ。とて人間なのだ教育家ではあるけれど自分はまだ二十歳という女としては一番喜ばしい若さにいるのではないかそれが恋をするのが不思議だろうか恋をしたからといって世間に非難されなければならないのだろうかそんな馬鹿げた話がこう感じて妙子はなんとなく勇気づけられたような気もしたが しかし今宵の約束を考えては立然としないわけにはいかなかったなのに私は今何をしようとしているのだ坂田に対していつかあの話を打ち明けた時坂田ですら迷っていたではないかそれをいかに切羽詰まった境遇にあるとはいえ世に遺伝とする命を こう思った妙子は固い固い決心にもかかわらず目がくらめくように感じたのである藤妙子はバツバツ小学校の女教員であった極めて厳格な家に彼女は生い育った軍人だった父親は早く戦死してあとは母の手一つで教育されたのだったが 母親がまた大層しっかりした女で自分の手一つで貧しい一家を支える傍ら娘に教育を受けさせたので妙子は自分が学校を出ると直ちに教員として世に立つという決心をしてバツバツ小学校に勤めるようになったのである教員として数年藤妙子は模範的教員とうわれ児童からは親のごとく親しまれ校長からはこのごとく信頼された 母親も我が子の立派な勤めぶりには大喜びでもはや望むところはよき養子をして早く孫の顔が見たいということだけであったその妙子は実は10ヶ月ほど前から同じ学校の教員坂田種男と人知れず離れ難い関係に立ってしまっていたのである坂田種男は26の青年である 故郷は大阪で苦学の末小学教員の資格を得て10ヶ月ほど前にバツバツ小学校に転じてきたし極く明るい気持ちの良い青年だっただから妙子が坂田に恋したからといってもまた彼らが人知れず良い仲になってしまったといっても必ずしも不思議なこととは思えないのである妙子の知っている限りでは 坂田寧男は大阪の生まれで商人の息子なのだが彼が中学の時父親が失敗してしまい彼も中学を退かねばならなかったその後いろいろ故郷で職を見いだしたがならず数年前に上京して叔父の世話で学校に通ったと言ってもほとんど独学苦学のありさまだった妙子にはこのけなげな寧男の奮闘を そのどくのな立場などが同情せられてならなかった妙子の行為は種男にも直ちに入れられた二人とも生まれて初めての恋だった彼らはただ花に狂う誇張のように全てを忘れて恋のうま酒に酔ったところが二人は人目よりももっと恐るべきものにぶつかってしまったのである それは自然が2人の行為に対して当然報いるはずの事柄だった妙子の体は4か月前から異常を表してきたのだった彼女の驚きは言うまでもなかったもとより妙子は自分が妊娠しうる場合をおぼろげに考えてはいたいたけれどもそれはただ想像だけにとどまっていたのだ 甘き恋のささやきと楽しい抱擁に酔いしれていた彼女は今さら厳粛な事実の前に立ちすくまなければならなかったのである妙子は最初自分で変だなと感じた時すぐに坂田に話したしかし坂田は信じなかったまた信じまいとしたついで妙子がいよいよ確実なことを訴えた時坂田は漏洩した そうして二人はただ途方に暮れるより仕方がなかったのである作者はここで坂田種男について一言述べておく必要がある彼は大阪のある里親の一人息子に生まれた彼が学校に行っていた頃は加算も相当にあったので親は彼に立派に大学の教育を受けさせるつもりでいたところが種男が中学4年の時 父は株に手を出して加算を全く潰してしまった種男は不幸にも中学を半年で引かねばならなかったそれからすぐに彼は奉公に出された呉服屋に2年ほどいたけれども思わしくなくてやめたついで京都のある薬師匠に奉公して薬剤師の見習いをしていたがこれも1年半ほどして辛抱ができなくてやめた ついでまた大阪に戻って染め物屋に住み込んだがここでも2年と続かなかった両親も困っていたところへ東京へ出ていた種男の叔父がようやく安定の生活に入ったので種男に上京させたらどうかという頼りがあった父母はもちろん渡りに船と大喜びで彼を叔父の手元によこした上京後の彼は方向口を探さないで済んだ 叔父の世話でで学問をすることができたしかしもとよりおじだとて彼に高等教育を受けさせる余裕はないしかし種男は状況を機として非常に真面目になった勤勉になったそうして2年ほど前に小学教員の免状を得て未来の国民を教育するという重大な しかも光栄ある職務に就くことができるようになったのである彼がバツバツ小学校に転じたことがすべての不幸のもとであった彼はそこで藤妙子に会わねばならなかったそして彼も彼女も互いに生まれて初めての恋を感じるようになったものである妙子が妊娠したということを確実に知った時は 田恵子も茂雄もただ狼狽したけれどもこの事実は無論妙子にとっては一層重大問題だった第1妙子はその当然の結果としてある時期は学校を休まねばならないどんな理由に口実を設けたにしろ彼女が一人の人間を生み落とすという事実をごまかしきれるものではない 未婚の女が子を産むということおおそれは何たる恥ずかしいことだろうしかも神のごとき無邪気な児童に死と呼ばれ慕われる彼女が夫もなくて子を産むとはそれは考えてもたまらないことだった彼女はたった一人でそう思った時でさえ顔がほてるのを感じた第二に この辱がもたらすその結果を妙子は思わずにはおられなかった無論彼女は学校を引かねばなるまい彼女の細腕で支えている一家をどうすればいいのかしかも一旦不名誉で奉公される以上再び同じ職務に就くという望みは投げ打たなければならないけれども彼女はどんな新職業に就いたらよいのか 最後にしかしながら彼女にとって最も重大だったのは母のことだった母は我が子の善良さ・低粛さを信じきって近頃では他人にさえ恥ずかしいほど妙子のことを褒めているその母親にこの事実を打ち明けるということいやいやそれは絶対にできない母はこの頃彼女のために いいさえ見出した様子である。もし事実を母に打ち明けたならば夫が戦場で戦死したという放置をさえけなげにも落ち着いて聞いていた彼女は「恥辱のあまり自殺してしまうかもしれないのだ」彼女の立場は全くデスパレートなところにまで進んできてしまったのである切羽詰まった挙句妙子はある日種尾に恐ろしい考えを告げた。 けれどタネ夫ははっっきり返答をしなかった。さすがに彼もそれを決行する勇気はなかったのだろうしかし時は遠慮なく進む妙子はいよいよ苦しみに悩まされてしばしば妙に決意を示した「シゲオもだいぶ考えが動いてきたらしい」と妙子には見えたすると 昨日タネ夫から妙子に知らせがあった薬を手に入れた知っている薬屋にもらったから明日 M 駅で会おうと言ってきたのである作者はタネ夫と妙子とがこの問題について核のごときデスパレートな態度に到達するまでに主樹な会話があったことを信ずるのみならず結婚問題その他についてもっともっといろいろな相談のあったことを信ずるものであるが 酔えあってここには全部それを省く作者はただ彼らが互いに許し合った時男も女も本当に愛し合っていたものだと信ずることを記しておく嘘寒い秋の暮れ方に恐怖と決意とそしてある期待に青白くなって震えていた妙子が坂田の姿を M 駅の出口に見いだしたのは 約束の時よりも30分ほど経った後であったお待たせしましたさあ行きましょうさすがに坂田も非常な決意に興奮していると見えひどく口数少なくよそよそしく歩き出した妙子はただなんとなく恐ろしいままに黙って後からついていった彼ら二人は、 国家の法律を犯そうとするのだ恐怖に襲われることは決して不思議ではない約30分ほど歩いた2人はもう真っ暗になった森の中に分け入った坂田さん大丈夫大丈夫です確かな人に聞いてきたんです薬はほらここにあります水も持ってきました この粉末をぐっと一息に飲めばいいんですよ後始末は僕がやりますこんなことは街中の家ではやれませんよバツバツした後の始末が困るんです大抵それで足がつくんです僕はこの場所をこの間見に来てここなら大丈夫誰にも発見されないと見極めをつけたんですそれにほら 用意周到でしでょう僕は油紙も持ってきていますよだけどあなたはそれを売っちゃっておくつもり冗談言っちゃいけない埋めるんですちゃんとこの大きな木から4本目のあの木のところへクワを運んであるんです大丈夫です僕を信用なさい坂田はこう言って 手にしていた薬の包みを妙子に渡した震える手で彼女はそれを受け取って恐る恐るその包み紙を開いたこの時から藤妙子は永遠に地上からその姿を消してしまったのである藤妙子が 見るも無残な死体となって現れたのはこの時から10日を経てからであった犯罪の発覚の端緒はある酒屋の主人がその子供と飼い犬を連れて M 駅からかなり隔たった森のそばを秋晴れのいい空気を吸いながら散歩していると森の中に入った犬が変なうなり声を上げておかしな挙動をした時に始まる。 酒屋は別段気にも留めず子どもを草原の中に遊ばしていると突然犬が変なものを口にくわえて飛んできた泥だらけになっているが紛れもなくそれは腐りかかった人間の片腕だった酒屋は腰を抜かさんばかりに仰天して犬の跡をついていくと女の死体らしきものが木の下に埋められてあって 犬がくわえてきたのののはその死体の片腕らしい。酒屋が夢中になって近所の交番に届けてたことは言うまでもない直ちに係官の出動となって法律に従って死体は解剖に伏せられたが多量の毒薬〇〇が発見せられ土に埋められたなどの点からして他殺の嫌疑十分なるものとして捜査機関は直ちに活動に入ったのである。 現状にあった物品中明らかに被害者の所持品であると断言できないものが2つあった1つは薬品を包んであったらしい藩紙これは土の中にあったがこの藩紙には明らかにまるまるの粉が付着していた次にやはり土の中から油紙が発見されたこれは何に使用したかちょっとわからなかった 捜査機関は非常な活躍を示し直ちに被害者の何者なるかを確実にしたついで彼女の底をその他を調べ一方油紙の出所等を直ちに調べ上げやがて間もなく平然としていつものように小学校に出てきた坂田種男は捕獲セらルるに至ったのである検事余震判事の水も漏らさぬ綿密な取り調べにあい 坂田叶男は犯行の全部を隠すことなく自白してしまったただ一点、殺意の点を否認したのである一言で言えば彼があの日あの場所で藤妙子に毒薬○○を飲ませた事実は坂田もその通り認めるのであるけれど私は妙子を殺す気では絶対になかったのですただ妥退する目的で あのの薬を飲ませたのです。と彼はあくまで主張したところが取り調べの結果ここに一つの坂田にとって非常に不利な点が見いだされたそれは犯行当日より約1ヶ月以前に大阪の父から彼のために非常に立派な嫁を世話してくれることになっており彼自身一度大阪に行ってその本人と会って 結婚をを承諾する旨の返事をしている事実であった。そしてその妻たるべき女の家は相当立派な家で坂田の融合などを見込んでかなりな金を持って嫁に来る約束ができていたわけなのである検事はこの点に殺人の動機が認められると信じてこの点から深く責めたが彼はあくまで否認した彼の陳述は大体において次のとおりであった 私が妙子といい仲になりましたのはもちろん互いに愛し合ったからでありましてどちらも少しも浮ついていたわけではありませんけれど私も一人息子であるし妙子も一人娘のことですからお互いに結婚できるとは思いませんでしたこの点は妙子もよく知っていたはずであります結婚できぬ者が互いに許し合うということは いいことではないかもしれませんがそれだからと申して私が妙子を愛していなかったというわけではありません今度大阪の某女との婚約が成立しましても妙子は何も申すわけではないのですもっとも私はその事実は黙っておりましたその理由はこれから申しますが目前に迫った大問題がありましたので 妙子は私に会うたびごとにその話をいたしヒステリックになっていましたので私はまず妙子の腹の始末をつけひとまず落ち着いてからゆっくり話すつもりだったのです先に申した通り妙子は初めから私と結婚できぬことは知っていたのでありますからそれを話しましても大丈夫と思っていたのです私が妙子が妊娠したことを知ったのは 今からら5ヶ月くいい前だったと思います田恵子が私に申したのです私はその時はそれを信じていませんでしたがいよいよ確実になった時はどうしたらよいかと考えましたもし彼女が子を産むことにでもなれば私も妙子も学校にいるわけには無論参りませぬ二人とも辞めなければならないのです たは泣き続けておりましたが、ある時私になんとか今のうちに腹の始末をするわけにはいかないものだろうかと申し出しました私はもとよりそんな大それた真似はできませんから初めのうちはいいかげんにあしらっておいたのですでも自分でもなんとかしなければならないとは思っておりましたそのうちに だだんだんと月日は経ってままいりますし、妙子の腹はだんだんと大きくなってきますもう間もなく人には隠されぬというほどになってきましたし妙子はますますヒステリックになりもしこのまま進んでいくなら死んでしまうと申すようになりました私自身にとっても妙子の腹のことは大問題なので誠に申し訳ないこととは存じましたが 彼女の勧めがあまりに激しいものですからとうとう私も打退する決心を決めたのでありますそれは1ヶ月ほど以前のことですけれども私には打退の方法は分かりませんから決心だけはついたものの手の下しようがなくてそのままに過ぎてしまいましたそのうちに 図らずも私は毒薬○○を手に入れることができたのです人様に迷惑がかかりますからこれだけは隠すつもりでいたのですがこうなれば仕方がありませんから申し上げます私の家の近所にバツバツ薬局というのがありますそこに田代という薬剤師がおりますが私は銭湯でこの男と懇意になりました それでよくいろんな話をするようになりましたがある日田代に「こを下ろす薬がないかしら?」とひそかに聞きました田代は「毒薬〇〇を×グラムぐらい用いれば効き目はあるかもしれない」と申しましたそれで「実は切羽詰まって どうしても打退しなければならぬ事情があるんだがどうかひそかにそれをツグラムだけ分けてくれないかと頼みますと23日のうちにやろうというのでその日はそれで別れました私はもちろん毒薬のまるというのがどんな薬でどういう働きをするものだかということは知らなかったのです あんな恐ろしいことになると少しも思いませんでしたもし私が毒薬まるの効き目を知っていて妙子を殺すつもりだったなら何もバツバツ薬局からもらわないでもバツバツ小学校の理科教室にだってあるのですからそれを盗み出してもいいわけなのです田代から薬をもらったのは あの事件の日より二日前でありました私は薬をもらってからのち妙子にそれを飲ませるまで包み紙を開いて中を見たことさえありませぬもらってきたままで妙子に飲ませたのです私が妙子に M 液で出会い薬を飲ませましたまでの順序はこの前申し上げました通りで妙子は むろんこうおすすつもりりででだわけであります私があの場所を選びましたのは人目が少なくて後の始末がよいと思ったからであります薬を飲ませますと妙子は大変に苦しみだしましてしまいには目をつり上げて私に人を騙まして殺すんだねというようなことを叫びました 私はただ老媒しているうちにとうとう彼女は死んでしまったのでしたあの時すぐ自首すればよろしかったのですがあまりの恐ろしさに驚いてかねて下ろしたこの始末をするつもりで運んであった桑で土を掘りその中へ彼女の死体を埋めてしまったのでありますなお 私が実際にもらった毒薬○○の量はかなり多くてツグラムくらいは確かにあったようであります。右申した通り毒薬○○を飲ませたのは確かに私でありますがしかし決して彼女を殺す目的で飲ませたのではありません。第一毒薬○○の特質を全く知らない私にはそんなことはできないわけです。 のみならず私が子をおろす目的であったということは田代に語ってあるのですから聞いていただきたいと思いますそれに殺す目的だったら油紙なんかをあそこに持っていく必要は少しもなかったはずです打退した後の始末をつける必要があったからこそあんなものまで持参したのでしたくわも無論その始末をつけるためなので 決して、死体をかん,ん。坂田の陳述は大体いい右のようなものであった証人として予信帝に出廷した田代は次のごとくに陳述した私はバツバツ薬局に勤めている薬剤師であります。 この度はとんだことをいたしまして、誠に申し訳ございませぬ。以後、慎みますから、何とぞこの度だけはご寛大のご処置を仰ぎとうございます。私が坂田と知り合いになりましたのは、まだこのところふた月くらいであります。同じ銭湯に参ります関係から今儀になり、家も近くですし、それに、 お互いに将棋が好きなところからちょいちょい縁題でやったりするので親しくなりましたのです。坂田は誠におとなしい人で、それに固い職業についている人ではあるしするので、無論んこんな問題を引き起こすだろうなどとは考えませんでした。私は全くあの人を信用していたのであります。するとある日、 坂田が私に毒薬○○を少し分けてくれないかと申すのですそれは確かに向こうから薬品の名前を申したのであります私はその時何に使用するのかと尋ねましたが彼は半然たる答えをしないでその時はそのままになってしまいましたところが それから10日ほど経ちましてからまた同じような要求をいたしました。ご承知のとおり〇〇は毒薬でありますからむやみにやるわけにはいきませんのでその旨申しますと坂田はそこを何とかしてやってくれないかと頼みました。私は再び何に用いるのかと申しましたら 何か消毒をしたいのだと答えました。○○水の方がよかろうと申しましたが、結晶のようなものの方がいい、少しでいいからということでありましたので、悪いこととは思いつつ、やる気になったのであります。今から考えますと、あの男が女を殺した2日ばかり前のことで、 坂田がやってまいりましたので私はまるをツグラムばかり紙に包んでやりましたその時用いましたのはいつも普通薬を包む補装紙でありまして日本紙ではございません彼はちょっと中をのぞいて見ていましたが礼を言って帰っていきましたするとしばらくたってからまた戻ってまいりましてまるで ここううろろすととができるだろうかたねました私は初めて彼の目的を知ったような気がしてハッと驚いたのですがもうやってしまったあとですからどうすることもできません私は「ツグラムぐらいならば目的を達するだろう」と答えましたがしかし随分危険だから。 量を少しでもこすと命が危ないぞと答えたのでした。私が彼に薬をやった次第は右申した通りであります。人を殺すことができるかというような質問は受けませんでした。こうおろすことができようかという質問を受けたことは今申した通りでありますが、相談を受けたことはありません。 私は坂田が薬について語ったのを聞いたことはありませんから彼が薬品に関してどれくらいの知識を持っているか全然わかりませぬ藤妙子は「M 疫付近の森の中で坂田種男から毒薬を渡されこれを飲んで死んだことは全ての点から見て一点の疑いはない」ただ坂田は 検事の前でも判事の前でも妙子を殺すつもりではなかったということを徹底して主張している果たして被告人の言うとおりであるかしかざるか作者はこの大問題を読者の前に残してこの功を終わる最後に一言作者から申し上げておく被告人の陳述には事実と相違した点が見いだされる しかし、被告人が一言嘘をついたからといって、被告人の言うこと全部を嘘だと即断されてはならない。それから、薬品授受の問題については、被告人の言うところと証人の言うところと全く違う。この場合には、被告人も証人も嘘をつきたい立場にいるという事実をお考え願いたい。問題に対しての判断は、 あくまでも合理的でなければならぬ藤妙子の詩「市場売審」問題「坂田種男に殺意ありや否や」回答「殺意あり殺意なしいずれか一方を答える」 作者の言葉坂田種男が藤妙子に毒薬○○を東京都外のある場所で飲ましたその結果妙子は命を失ったのであるこれだけは間違いのない事実だしかしこれだけで殺人事件とすることは無論できない坂田は絶対に殺意を否認している ○○毒薬を妙子に飲ましたことを認めているけれどしかしそれは彼の自白に従えば妙子を殺すために飲ませたのではなく他の目的のために飲ませたのだと主張しているすなわち彼の主張に従えば妙子に対しては過失致死が成立して殺人罪は成立しない彼の行為は刑法の他の法上にも触れるけれどもそれはこの場合問題としないことにする 問題は果たして坂田の言うごとく殺意がなかったかどうかということである男がある女に恋し後他の女を売るために従来の恋人から逃れるべくこれを殺すということは必ずしも当然な帰結ではないかような例は必ずしも定石ではないけれども殺人の動機となり得ることも決して少なくはない それゆえこの場合これを殺人の動機と見ても無理はないと思うけれども殺人の動機があって事実その相手の女が死んだからといって直ちに被告人に殺意あるものとなすことは無論できない殺人の意思というものは全く本人の主観であるから神様ででもない限り直ちに看破できるものではないしたがってこの場合 他の手術な点からそれを考えなければならぬ坂田に殺人の意思があったか否かはつまりこの場合坂田に毒薬○○についての知識があるかないかという問題に他ならないもし彼にして〇〇を○○をツグラム人に飲ませれば命がなくなるということを知っていたとししかしてこれを妙子に飲ませそのために妙子が死んだとすれば もちろん殺意ありということになるところが坂田は薬物に関しては全くの素人ではない彼は上京する前に京都で約1年半薬剤師の見習いをしておるまるという毒物は決して珍しいものではないから彼がこれに関して全く知識がなかったとは言えない立場にあるのみならず彼は羽化と口を滑らして余心邸において なお私が実際にもらった毒薬○○の量はかなり多くて「ツグラムぐらいは確かにあったようであります」と言っておるが目分量でこれだけの当たりをつけえる以上薬物の知識は相当または相当以上にあるものと見なければなるまい結局彼は妙子が打体を欲しているのを聞かとしてこれを欺き 彼女を殺したと見るべきであろう従って油紙を持参したのは一種のトリックであり田代に子を下ろすつもりだと言ったのも事故に有利な言葉をわざと言ったものと解せられる彼が薬の中身を見なかったということは死体のそばに薬を包んだらしい藩士が発見されておるからこれも嘘だということになるこの点証人田代の 放送紙に入れてやったという証言を採用してもよかろうなぜならばこの点については証人は嘘を言う必要がないのだからその他証人の証言と被告人の陳述と矛盾している点があるがこのところ証人の言は必ずしも信頼できない証人はできるだけ自分が毒物を与えたことについて 事故に有利な情状を作りたい立場にあるからである。